5番中井選手、ゼッケン426番入場。中井香織選手です。大阪太極拳、太極拳協会です。予選の得点が3番目で 9.18 を記録しました。そうですね、3種目とも非常に安定した演技をする選手ですね。はい、武術の演技はこういう表情も非常に重要です。やはり目も開いて、はい、で体顔はですね緊張させないんですね、はい、緊張しないけどもその集中した精神を出すという、そのこの表情も大事ですね。そういった跳躍が非常に多いんですけども、降りた時にですねやはり体が硬くなったりしてはいけないんですね。非常に柔らかさが持続されないとダメですね。今も非常に目と、はい、手の動きがぴったり合ってますね。はい、決まりました。決まった、ね、どうしてもその演技の途中にですね、クリスタのあまりですね、はい、目がですねこう定まらなくなってくるんですよね。どうしてもその次の演技の方に目が先に行きがちなんです、はい、やはりその演技のその定式ですね、最後はきちっとその目と技、やはりこれは武術ですから相手を想定して払ってつくとか、そういう、はい、理にかなった、目の使い方をしないといけないですね。なるほどね。手は手、足は足、表情は表情ではダメなんですね。バラバラではね、次の動作がね心配になってその先に目がいっちゃいそうになるんですよね。非常にきちっと決まっております。あっとフラップきましたね。最後ちょっとミスしましたね。これは最後に来てこれはちょっと大きいですね。0.1 くらいの減点が、はい、ありますね。これ大きいですね。もう本当に最後の最後でしたね。多分足が引っかかったんじゃないかと思うんですよね。さあ、ここは男子の選手の場合も非常にきついというところなんですが、連続しての跳躍ですね。綺麗に飛んでますね。この後は回転が加わります。そしてジャンプして着地はピタッと、この辺は非常にうまく流れてたんですがね。そうですね、最後のミスがちょっと、やはり惜しいですね。ずいぶんその点差が開きが出てきましたね、5人の審判の中でも。そうですね。さあ、どの程度の点が出るでしょうか。 9.209.20 という得点になりました。やはり最後の失敗が響きました。 9.20 です、ね、6番上庭選手、ゼッケン243